皆さんこんにちは、あじまです。2022年1本目の動画、インパクトありますよ。光学技術の頂として君臨する最強レンズ、ニコール Z58mm F0.95S ラインのノクトです。希望小売価格126万5000円、車買えるやんというレンズでございます。普通のレンズとはですね、異なる点であるとか特徴といったものをですね、開封しながら解説していこうかなと。結果この動画を見ていただいてですね、ノクトの世界、ニコンの光学技術の頂というものを堪能していただけたらなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。2022年、ジマチューブを今年もよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報、ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、チャンネル登録をまだされていない方、今回初めて動画をですね見ていただいた方、この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。2022年のですね、動画一発目、ニコン様貸し出し提供のもとですね、ニコール Z58mmF0.95S ラインノクトについて語っていこうかなと。まあ、登場から約3年の歳月を経てですね、30本近くとですね、最近すごくラインナップが充実しつつあるニコン Z マウント、その中でもですね、価格も機能も存在も異彩を放つ特別なレンズを皆さんご存知でしょうか。それがですね、ニコール Z レンズの中で最上位の品質を目指して製作されたニコール Z58mmF0.95S ラインのノクトになります。これレンズケースです。トランクケースになるんですけども、言ってしまうとこれが他のレンズでいうレンズケースになるんですね。開けるとニコンっていう大きい印字された段ボールが入ってて、それを開けるとさらにこのトランクケースがあって、もうマトリョーシカみたいな感じになってるんですけども、こういった形でね入ってます。でトランクケースを開けていただくと、すごく今私緊張してますよ。開けていただくとこういった形になっております。ノクトのですね、印字がされた、クッション材が中に入っていて、映ってるんかな、こういう形でノクトがね中に入っております。左側にはマニュアルが入っていて、右側にはですねレンズのフードが入ってます。で真ん中には、ノクトのねレンズが入っていて、この下側の溝はですね、カメラなんかを、入れたりね、レンズちっちゃいね 50mm のレンズなんかをポンって入れて持ち歩けるようになっております。こういった形でねカメラを入れていくことが可能になってます。こういった形でね、ニコンの Z 系統のカメラが中にしまえるようになってる感じですね。なのでもうこれ自身がもう持ち運びできるようなね、ケースになっているというところがあります。でメーカーを代表する技術の集合体としてですね、カメラは、まあ、今のところ一眼レフで言うと D6 であったり、ミラーレスのフラッグシップとしてですね Z9 というものがあります。でレンズはノクト、このレンズがあるんですね。初代ノクトっていうのは F レンズ時代、この Z マウントのレンズとは別で F レンズ時代に開放 F1.2 として誕生しました。で優れた天元再現性を誇り、星が点に映ることと簡単なようで実はレンズにとって難しいということを克服したというところで評判の高いものになります。ノクトはノクターンの略になりますので、まあ、夜をね想像させる通り、まあ、夜間撮影というものにですね威力を発揮すると、まあ、高い評価を得ています。マニュアルね関係もあったりします。このねマニュアルのところにもすごくね細かいことが書いていて、このレンズをちゃんとですね使っていく上での衝撃をとにかく与えないようにしてくださいというですね注意書きがしっかり書かれていたりします。まずはちょっと緊張するのでレンズフードからね出しておこうかなと思います。でトランクケースがすごく大きい存在になっているので、ちょっとね下の方に置こうかなと思うんですが、その前にねちょっとノクトを取り出しておいて、ちょっと重たいのでここにちょっとテーブルのねとこに、ちょっといつもよりねちょっと勝手が悪くて申し訳ないんですけど、絶対に慎重に扱わなあかんやつなんで、ちょっとね手際が悪いというか、ドギマギしてるとこを楽しんでください。はい。で、新たにですね、Z マウントで登場したこの新しいノクトっていうのはですね、初代のまあ設計思想を引き継いでですね、開放 F 値 0.95 で登場しました。どのカメラでつけましょうか。
ちなみに Z7-2 につけようかなと思ってるんですが、今ここで Z7-2 がどれかわかる人はぜひ当ててください。私はわかりません。まず左が Z5 っていうのはわかります。ここもね、ダイヤルが右側にあるので、これはまあ Z5 でしょう。Z7-2、Z6-2、これどっちでしょうね。なんとなくですが、おそらくこっちが Z7-2 でしょう。いかがですか ?Z7-2 ですかね。Z7-2 ですね。なんでかっていうと、こっちつけてたりします。Z7-2 は今のところ取り外していたので、ちょっとこっちに避けておこうかなと思います。で、Z7-2 避けておいて、主役登場してもらいましょう。おー、怖えよ。怖えよ。これなんやねんっていう。はい。ニッコール Z58mm F0.95 S ラインノクトでございます。めっちゃ怖いですね、こう持つのが。すでにですね、カタログスペックで開放 F 値 0.95 っていうものはレンズとしては実は存在するんですね。 0.95 っていう開放 F 値のレンズそのものは存在するんですけども、実際に開放付近から実用的に 0.9 何これもう何これっていうものなんですが、実用的に使えるレンズって実は数少ないんですね。ニコンはそこを開放からですね、積極的に使える F0.95 っていうものを、Z マウントの恩恵を得てですね、生み出したというところがあります。全群繰り出し方式で今ゆっくり出してますよ。極めて浅い被写界深度と、連続的につながるね。これ今、全群繰り出し方式でちょっと出しました。この連続的につながるね、ボケっていうものを用いて、画像の中ですね、特定の要素だけを強調してですね、魅力的に表現することが可能になったと。で、レンズのフラグシップと呼ぶこともできますし、最高の品っていうものを作ろうとですね、日々精進を重ねてきたですね、技術者の方々の全力投球、もうこれ思いの気合の熱意の塊ですね、クラフトマンシップとして存在するいろんな意味で頂点に君臨するレンズでございますというところで、 Z マウントがちっちゃく見えますね、こう見ると。というのがこのノクトでございます。私なりにすごく緊張しておりますが、まず特徴としてマニュアルフォーカスなんですね、このレンズで。冒頭でお伝えした通り126万するレンズがマニュアルフォーカスなのというところがねあるんですけども、価格であったり品質とともにですね、目立つ点としてなんでマニュアルフォーカスなんかなっていうところが、思われる方も多いと思います。制作過程でですね、オートフォーカスではやってみようかというふうに検討されていたようなんですが、今ね、ねじ込み式のフードを入れてます。高品質に振り切った結果ですね、すごくこのレンズの中に大きくて重たい部材っていうものをどんどん使用していこうという形になった時に、フォーカスレンズを動かす時にですね、このオートフォーカスでフォーカスレンズを動かそうとすると、中のそのガラスとかいろんな部材が重たすぎて動作がウィーンウィーンみたいな重くなるという結果になったんですね。でそうなってきて、オートフォーカスを確かに目指していって、こうウィーンって自分で動いてもらうもいいんやけど、人間が手で動かす方が早くないっていうところにたどり着いたというところで、マニュアルフォーカスをね採用されたと。でまたこのねオートフォーカスを採用した時って必要な部品も増えてくるんですよね、このレンズの中に。そうなってくると、正直既存の超音波モーターで動かすのはすごく難しいことですし、大型のねアクチュエーターっていうものを採用するとかですね、この今現時点でマニュアルフォーカスで言っちゃえばですよ、もうガラスとレンズを最低限、動かすというか、レンズとして実現させるための部材しか入ってないのにこのサイズ、ここにそのアクチュエーターなんかをドンと突っ込んだ時にはもっと大きくなるよというところで、 Z マウントで実用的かつ安心して利用する上で、この F0.95 のレンズでちょっと今んとこオートフォーカスを実現するのは難しないというところで、このマニュアルフォーカスが実現したと。ただ個人的に F1.2 の初代のノクトがあったと。で今は 0.95 になりましたよね。で今は私がこのね動画の中でいろいろお伝えしている F1.2S ラインの
ニッコール Z50mm のレンズがありますね。あのポートレート撮影でよく使ってますし、少し前に Z9 と組み合わせてポートレートでね、たくさんあの写真を撮ったものがあるんですけども、あのレンズ 50mmF1.2 っていうスペックなんですけど、オートフォーカスがバリバリに利用できるんですね。つまりもっと時代が進んでいけば F0.95 っていうものが今の 50mmF1.2S ラインみたいにバリバリにそのオートフォーカスを使える時代が来るんかなってのはちょっとね、期待しておこうかなと思います。で、妥協なき光学性能の話に移っていくんですけども、ニコンのカメラ用レンズとしてですね、ニッコール史上最も明るい開放 F 値 0.95、 開放 F 値1切ってるんですよ。開放 F 値1じゃなくて 0.95 っていう1割っちゃってるっていうね、すごさ。ボケ表現っていうものを追求した光学設計によってですね、ピント面から滑らかに、まあ、変化する理想的な、綺麗なボケ味をですね、表現として用いることが可能になったと。で、開放 F 値ですね、0.95、 明るい大口径レンズならではのですね、浅い被写界深度と、大きなボケですね、手が震えてますわ今もう、うまいことはまりませんわ、怖いわ。はい、いきました。はい、高い解像力が、作り出すですね、圧倒的な立体感でインパクトのある映像表現を可能にするというところでございます。で、開放からですね、極めて高い、解像力を発揮するため、ポートレートとかね、風景とか暗い場所でのディティールの描写が問われる成形写真なんかで細部まで驚くほど、精密にですね、描写してくれることを得意とするレンズです。このね、フードをつけると全群繰り出し方式で、全群が出てきたとしてもまあ心配ないというところですね。この全群繰り出し方式で衝撃っていうものにすごくあの弱いレンズになりますので、レンズフードをつけてですね、カメラを持つときは約2キロあるのでマウント部分にちょっとダメージを与えないようにカメラのボディ側を持つのも問題ないというふうには言われてるんですが、まあレンズ本体側を持つ方が、あのちっちゃいけども望遠レンズみたいな感じの感覚でいる方がいいかなと。で、逆光耐性としてはですね、アルネオ光とナノクリスタル光とが、まあ、徹底的に効率よく、ゴーストとかね、フレアを抑えてくれるというところになっております。なんかわからんけどめっちゃ疲れてきた。その重量っていう重みよりも心理的な緊張感で疲れてきたというところで、これがですね、ノクトでございます。今ここで見てるんですけどね、すごく被写界深度が浅いし、もうピーキングじゃないと、マニュアルでね、フォーカスっていうのが把握できないぐらいの感覚です。で、 L ファンクションのところにね、あの拡大表示っていうものをしておくと、撮影時に、都合よくというか効率よく撮ることができます。で、今回はこの開封に、まあ、合わせている動画なので、作例であったりとか、いろんなね、その検証っていうところは後々お伝えしていこうかなと。まあ未来の私がもしかしたらフライング気味で何枚か撮ってたりとか、ちょっと比較検証に役立つ素材が撮れていれば冒頭ね、ちょっと伝えているかと思います。伝えるというか差し込んでるかと思います。フォーカスリングがかなり大きいですね。こういった形で、オートフォーカスのレンズで、例えば 24mm の時とかにお伝えしたような、そのオートフォーカスで動かしているレンズで、マニュアルフォーカスのこのね、フォーカスリングのところが大きいと、ちょっとしんどいところがあるんですね。触れてしまうとかがあったりするんですが、このレンズの場合は、もうマニュアルフォーカスで撮るものなので、フォーカスリングがね、大きかったらすごく嬉しいです。しかもこの回すね、この幅っていうものが大きいので、この微妙なここみたいなのもやりやすかったりします。で、ちゃんと根元にはね、コントロールリングがついているので、露出もね、今ここで私あの露出を変えているんですが、ちょっと怖いですね。こういう風に持っていきますね。露出どうですか、変わってますか。すごいですね。これ振り切るとどうなるのかなっていうところで、まあ、0.95 までいってると思いますが、ここでね、露出、まあ、F 値なんかを変えたりすることが、できます。で、 L ファンクションのところですね、ファンクションボタンもしっかりついているので、まあ、拡大ねしてもらうっていうのも可能でございますね。これが、まあ、そのノクトとの付き合い方というか、まあ、撮り方かなと。で、プレミアムデザインとこの精密な操作性というところで、高品質と S ラインの、ね、中でも特別な存在となる、ノクトというものは、まあ、刻印にね1回白色を入れてですね、
黄色をその後に入れているというところで、ここにですね、あ、シャッター切っちゃったわ、もう分からへん、なんか慣れてない、緊張してます。白色を入れた後に黄色を入れてると。で、三脚座にはですね、セキュリティロックというものをですね、まあ、採用しているので、 Z9 の時にね、お伝えした通り、ここにね、あのセキュリティの、 あのロックのワイヤーみたいなものをつけることができるので、盗難防止にね、使ってもらえたらなと。で、全てのボディーパーツっていうものを、切削加工で作り上げております。なので、ハイグレードレンズに、ふさわしいですね、風格と品質っていうものを実現していると。で、レンズ本体にはですね、絞りであったりとか、撮影距離、被写界深度などの、情報表示パネルを搭載しております。で、道具としてですね、まあ、美しさっていうものを求めるのはもちろんのこと、置いてめっちゃ安心した今背中の緊張感なんか一気に溶けて、いつも通り喋っていきます。道具としての美しさはもちろんのこと、機能性とか、まあ、そういったところも極限まで高めてですね、丁寧に仕上げた製品であると。で、 Z マウントがね、冒頭お伝えした通り、ちっちゃく見えちゃうほど大きくて太いレンズになります。これでも制作過程の中でかなり小型化したというふうに明記されておりました。で、一本一本ほぼ手作りのような、もう生産方式で、検索の球面レンズであったりとか、駆動機構、部品加工に時間と手間暇が、まあ、どうしてもかかってしまうので、量産向きではないと。いつものね、ごめんなさいね、カメラやったらこういう風にね、前にね、はい、Z6II です、はい、すごいですね、いいですね、めっちゃいいやんみたいな感じでね、ポン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 カメラの前に持っていくんですけど、ちょっとこれはあの、ここに置いて喋らせてください。で、ここの隣に今おそらくちょっとそのなんていうんですか、俯瞰撮影みたいな形で、あの大きくね、あのカメラというかレンズを映している動画を差し込んでると思うので、そちらでちょっと参考にしてください。ちょっとあんまりその持ち上げたくないという。価格もですね、超ド級というところで、希望小売価格は126万5000円、なんぼ見返してもゼロ間違っとんちゃうかと思って数え直しても126万5000円でした。まあ、正直なところ、その理由にね、あの莫大なコストが、まあ、必要なですね、検索非球面のレンズであったりとか、まあ、ED レンズであったりとか、もう高価なレンズのみを使用していると。で、もう各部分全てにおいて最高品質のものを寄せ集めている超エリート構成なんですよね。もう選抜された中の機材の中のオールスターで組み上げられたようなレンズです。で、コーティング技術にも妥協はないですし、先ほどのね、大きなトランクっていうものは、持ち運びのね、際に、衝撃によってレンズの性能が狂わないように、用意したもので、内装材は堅牢性が高く、ノクト専用にね、設計された、ものになります。で、先ほど冒頭ちょっと見せたね、説明書には、このレンズは非常に精密な光学機器ですと、性能を維持するために製品に衝撃を与えないように十分に取り扱いには注意してくださいと。で、最高の光学性能を最高の状態でいつまでも味わうために必要な要素の一つとして、このトランクケースがあると。で、このトランクケースは CD101 という商品なんですけども、約これ12万円します。でしょ、ケース12万ですよ、ケース12万。あの ZFC 買えるやんって、 Z50 中古で状態ええやつやったらトランクケースこれ1個で2台買えるやんみたいな、 S ラインのレンズ余裕で単焦点買えるやんっていうのが、このケースの存在価値です。高級バッグであったりとかね、もうそんなもんも余裕で買えるというところで、まあ、このトランクケース1つでもプロフェッショナルのね、もう価格じゃないと、もう技術と品質やと、それをまああって等で計算したらこの価格になりましたと。もうコストとか価格を前提に置いてるんじゃなくて、今できる品質最高クオリティのものをやったら結果この金額になりましたという感じの方が、まあ捉え方としては正しいんちゃうかなと。先ほどしれーっとつけたですね、レンズフードなんですけども、この HN38 も実は、話題沸騰というか、ノクトが出た時にちょっと盛り上がったんですけども、これネジ込み式のフードではあるんですけども、実はこれ3万3000円するんです。なかなかでしょ。なので言ってしまうと、28mm の F2.8 であるとか、 40mm の F2 のような Z マウントの、まあ、その薄型単焦点のマキエレンズなんかがこのフード1個で買えちゃうっていうね。
なのでもうフードもレンズ本体もトランクケースも全て含めてもう最高品質のものを用意してくれていると。で、仕様としてはですね、レンズ構成はこの中に10群17枚入ってます。 ED レンズは4枚、非球面レンズは3枚、ナノクリスタルコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートありと。でですね、ピント合わせは全群繰り出し方式です。冒頭でね、ちょっとあのフォーカスリングのとこグイって回したら、あのレンズのね前の部分が出てきたと思います。で、最短撮影距離は 0.5 メートルなので、まあこのね50センチぐらいなので、10、20、30、そんなに寄れないかな。他の Z マウントのレンズに比べたら寄れないですけど、そういった使い方のレンズではないと思いますので、全く問題ないかなと。最大撮影倍率は 0.19 倍、絞り羽は11枚、絞り方式は電磁絞りによる、自動絞りと。で、最大絞りは F0.95、最小絞りは F16、 フィルターサイズは、Z マウント大好き 82mm、寸法は、102mm×153mm なので、だいたい 15cm×10cm ぐらいやと。で、質量は 2000g と。これは何なんでしょうね。おそらくマウントの感覚なのかもしれないんですけども、そのレンズ側で耐えれる最大限の質量みたいなものきっとあると思うので、そういったところもまあ意識されているのかなと。で、 MTF 曲線はですね、まあ、そのフルフレームで見た時の、MTF 曲線で見ると、あ、そんなもんなんかって思ってしまうんですが、これはまあ実際にいろいろ作例取りをしていって MTF 曲線では語れない、まあその10本パーミリ30本パーミリのグラフでは測り知れないところを、まあぜひあの後々ね、あの語っていこうかなと。ものづくり大国、我らが日本の底力というところでですね、優秀な F マウント時代からですね、一眼レフの F マウント時代から、Z マウント時代にね、まあ、乗り換える理由として、 Z レンズというものにですね、圧倒的な存在感と魅力が必要やったと思います。で、 Z マウントのカメラはですね、ショートフランジバックの実現であったり、内径 55mm のマウント径というものはですね、光学設計を優先した結果生まれたものだと。で、そのZマウントがあるからこそ F0.95 という最強のレンズを実現することに貢献したと。なので Z マウントはもう F0.95 のためにあるし、 F0.95 のために Z マウントっていうものが、まあ、算出されたようなものだとも思えます。光学技術が主体のニコンですね、昔の名前で言うと日本光学工業さんらしくてですね、 Z レンズの、まあ、フラグシップですよね。もうこのレンズの頂点としてノクトというものが生まれていると。まあ、正直その値段であったりとか、マニュアルフォーカスであって、正直その学術的な使い方やと思うんです。星の綺麗に撮るであるとか、風景を綺麗に撮るとか、すごくその記録用としてのその工業用の、まあレンズ業務用の製品に近いかなとは思うんですけども、このコストパフォーマンス重視で、正直似たり寄ったりのね、個性のない製品がまあ目立つ中、まあ正直私たち利用者がそういったものを求めてるってところもあるんですけど、シンプルにめっちゃええレンズ、ええガラス、高価なガラスであったりとか、高数のかかる部材を遠慮なく採用してですね、技術者さんたちの全力投球っていうものをぶつけて、最高性能の追求に特化して、とにかくすごい人たちが時間とお金をとにかく注ぎ込んで、やれるだけこのことをやってみたらこれできてんっていうのがノクトだと。で、ほぼ業務用のもうオーダーメイドにね、あの近い位置づけで、レンズに約126万円とですね、驚きの価格設定にはなってますが、実はこのレンズ発売当時っていうのはすごく品薄、生産が追いつかなかったっていう風にあの記録されてますし、私も記憶してます。それはその作る時の、まあ、その生産のスペースっていうものが追いつかなかったっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱり今でも憧れの存在として、まあ、人気であることとか、うお、ノクトやでっていう、ニコンの頂点これかいっていうのがやっぱりあるというところで、話題性を狙っただけのものではなくて、価格相応の、製品であること、126万する理由がこのレンズにはあるというところですね。で、その他のカメラメーカーさんもすごいとは思うんですけども、やっぱり光学技術、まあ、その光をデジタルデータとして残す上でカメラ側もすごく大事なんですけども、そもそも光っていうものをしっかりきれいに、デジタル機器に
その送り届けるための前の目玉になるガラスっていうものはめっちゃ大事なんですよ。そこに私たちはすごい技術力、ノウハウがあって、世界最強、宇宙最強のレンズ、宇宙にも連れて行ってもらえるような、あ、前澤さんニコン使ってましたね、あのレンズを、使っているというところをですね、あの、まあ、体現というか主張アピール、ドヤというドヤレンズやと思います。いつも以上にですね、少しすり減ってしまったあの動画にはなるんですけども、ぜひね、このノクトっていうものが存在するということを知ってほしかったですし、こういったレンズなんですよと、まあ、高いには高い理由もありますし、目的は目的に応じたレンズっていうものがあるんですよというものをですね、新年一発目の動画にぶつけました。今後はですね、このノクトで、まあ、撮影した作例であったりとか、実際に私が使ってみてですね、感動した点であるとか、いや、これは難しいけども楽しみのあるレンズやなというところをですね、まとめておいおい投稿しておこうかなと思いますので、ぜひ次の動画も楽しみにしてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。